ごっ。まず、こんな俺ってあれですよ、想像以上だったんですけど。秋の味覚をたくさんふんだんに入れました。やってやりました。いや、マジでうまいっすよ。愛して、ただ伝えたいだけなんだなんだ。さあ、やっていきましょう。はい。鶏肉をね、はい、これ多いかな、このくらい食う、半分ぐらい切るイメージがありますね。丸一個食う。いや、ダブさんどうするんですか。ダブさん、俺一人で全部気まずいっすよ。俺だけ食ってダブさん食ってないの。このくらいは食うやろ。あ、食いも全然いいよ。そうっすね、美味しそうっすね、はい、3分の2使いましょう。あ、ちょっとみんなに伝えてあげてよ、俺別にヒカキンさんに怒られてねえぜって。あーそうなんですよ。なんか、そう、僕は東海オンエアウームに所属。自分移して。ウームにこの度ね、東海オンエア所属することになった。おめでとうございます。おめでとうございます。はい。おめでとうございます。で、キン TV 見てもらえば分かると思うんですけど、ユー、うんうん、フェスがありました。はい。で、終わって、うん、お疲れ様でしたって舞台から、楽屋にはけていくときに、はけてたね、はけてた。で、みんながゾロゾロ出てきたときに、ヒカキンさんも出口付近にいて、俺がちょうど、映ったんですよ、最後ら辺に。うんうんうん。で、ちょっとヒカキンさんと話してたんですよ。そうね、話してた、ね、出ながら、うん、いやーありがとうございましたみたいな。ヒカキンさんも、うん、いやほんとマジすごかったね、歓声ほんと聞こえなかった、マジで出た時空気変わったよみたいな。うんうん、空気変わったねって、ね、そう、マジ空気変わってたって。そのくらいすごいその盛り上がりだったから、ね、ヒカキンさんも言ってくれて、で、ヒカキン TV が上がったんですよ、昨日のね。で、そしたらコメント欄が俺がヒカキンさんに怒られてるというコメントが溢れまして、何事かと思って見てみたら、どうやら空気変わったねが、なんで空気空気考えろ、間違えるな、空気間違えるな、空気間違えるな、ちゃんと聞くと確かに空気間違えるなって真顔で言ってる風にマジで聞こえる。あ、これは聞こえると思って、なんかあのコメント欄の独身術専門家かっこ笑いの人たちも聞き何回も見たけど、これは空気間違えるなって言ってる。バカか、仮にですよ、うん、仮にね、もしね、もう見とけ、ほんとこのカメラで見たやつ、お前のことだから。仮にね、俺がね、ヒョギンさんに、空気間違えるの、うん、って言われた時に、うん、俺笑うわけないでしょ、ね、笑うわけないですよね、笑えるわけがない、笑えないもんね、笑あのレジェンドからさあ、いや、そうよ、もし言われたらさあ。じゃあ作っていきます。はい、まずソースを、わっ、ちょっとバター入れます。玉ねぎを炒めます。おー、いった、今これだけでうまいっすよね、確かもうこれだけでうまいよ、これだけでいいっすか。ダメっすよ。なんでこれ買ったんすか。この辺一気に炒めちゃいます、はい、キノコ系を皮の方から炒めます。みりんとお酒を入れます。醤油と入れます。あーうまそう。美味しそうですね。これなんかブラジルのスパイスなんですけど、出た、りょうくんでもできますね、カレースパイスから作る。りょうくんでもうまそう、料理、うん、カレーはね、手出したことないですよ、ちょっと教えてほしい、教えてください。こんな俺ってあれですよ、想像以上だったんですけど。秋の味覚ですね。秋の味覚をたくさんふんだんに入れました。マジっすか？はい。キノコと、アスパラと、で、このサツマイモですね。で、ちょっとドレッシングがなかったので、はい、あ、ちょっとマヨネーズと、あれでごまかしてっていう感じですね。こうやってやってるだけかなと思ったら、こんな、なんかまたかかってるし、いいっすか？どうぞ。いただきます。いただきます。キノコ。うまい、うまい。さつまいも超いいっす。あ、ほんとにさつまいもいい、めちゃめちゃうまい、柔らかいし、甘いみもあるし、さつまいもの、あ、そうなん、超うまい、
るエリン。生っちょやるなこのことやりますよ皆さん。行きましたよ鶏肉行ってよ鶏肉いいっすよ、はい、うまい味濃い味濃い、うん、鶏肉自体は、うん、もう本当に鶏肉炒めたらそのパリパリ、うん、皮もパリパリしてるし、うん、なんせこの周りが味濃いから、うん、めっちゃちょうどいいんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。で多分片栗粉で焼いたんで多分ソースと絡まって途中でトロトロしだすと思うんですよきっと。マジでうまいっすよ。ほんとしまった写真撮るの絶対おいなんで食べないか。いや食べたよ。なんか鍋さんと飯の、うん、例えばね、うん、ご飯行きたいってなった時に、うん、じゃあちょっとどう言いますかっていうのは、うん、もったいない気がしました食べる側。そんなマジでだったらラベさん、ラベズ、ラベさんのラベズキッチンでなんかうめえかもしれんって。マジでうまい。今何点ですか。えこれですか。はい、ちょっとリアルに言ってください。え、本当に98ですね。うん、うわ本気 2% は、うん、サラダ手抜きってことですあとマヨネーズも嬉しくもないってことですね。超好きこの味。マジでやばい。やってやりました。マジでうまい。じゃあちょっととじみちゃんちょっと次来るときさなんかお題ちょうだい。またあ、終わりました。またなんかそれに合わせた料理作るんで、しょうぜひ考えていきます。考えておいてください。以上ラベズキッチンでございました。アディオース。じゃあねグッバイさよなら在地アディオースバイバーイ。足りなすぎた。いや全然大丈夫